純粋な日本の山椒がなかなか少なくなってジャガホラ川のはあれは自然な日本のやつ、なんか京都の鴨川とかにもいますよね。そうです、それがもう凍結しちゃって、なかなか純粋なのがいないっていうので問題になってたりもしますね。中国山椒、大山椒は日本の外来種、日本に来た外来種なのか、それとも元々いたのか。あ、こういうことだったんですね。山椒はかな、大きい。この尾張山椒もなんか乱獲とかの影響で数が減っちゃってたりとかね、環境の変化とかもあるみたいだし。で、尾張山椒はこれ新種、どこにいるかな尾張山椒。尾張山椒はどこだ。はい、純国山椒くんだ。すごい大きい。これね、大山椒に比べて中国山椒は目が大きくて突出している。頭は幅広く、指先が角張る。お、なんか動き出した。イボが少なくて小さいっていう特徴があるみたいだけど、これすごいな。これでこんなに動いてるの、うん。でもこんなに動くの初めて見た。瀬戸の時見れなかったもんね。いや、これ中国だからね、外来種だもんね、でも大山椒としては同じぐらいの。でもね、本当だ。あ、そう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 、かわいいんですよ。かわいいね、これ。こんにちは。こんにちは。今、あの大山椒をね、見てきたんだけど、はい、どうでしたか。中国大山椒だったけどね。うん、あの京都で流しているもので在来種と外来種で混ざり合って、うんうん、それで純粋な在来種がいなくなっちゃって、うん、やっぱりね、ペットっていうのは、あの飼ったことあるけど、うん、やっぱりね、あの可愛いだけじゃ育たない、可愛いだけじゃ育てられないっていうのは実際にあるんだよね。そうだね、うん、だから本当に飼える人っていうのはもう特殊なんだよね。だから可愛いだけじゃ動物は育たない、うん、結局外来種を川に放したことによって在来種が駆逐されてしまうというかね、そういうこと、自然淘汰されてしまうというか、うん、だよね。それってやっぱり人間の責任。うん、ありました。でとにかくね、はい、あの野生動物に手を出さない、そういう外来種を放さないが基本だと思います、はい、中国の山椒を見つけても、まあ、そのままにしておくのがいいかなと思いますね。普通の人は持って帰らない方がいいね。行政がね、何かするのはいいけど、うん、帰ってそれを持って帰ろうとか、珍しいから買おうということはお勧めできませんということです、はい。